サーの提供でお送りします。さあ久しぶりですね、カマロ、カマロのですね市場ですが、今回はですね当然排気量の大きい 6.2 リッターのですね昔からある大排気量カマロをですねちょっと試乗していきたいと思います。中見て、乗ってまず一番気になるのはこの窓ガラス、フロントガラスのですね狭さ、屋根の低さというか、これだけ大型の車両でなぜこの視界がですねここまで上上下がですね狭くなってるのか、そこがカマロらしいところ、まず一発来ましたよね。そしてねミラーがモニターになりましたね。違和感はないんですが、あやっぱりでも明るいなというね感じ。これちょっと夜見てみたいですけどね、どのくらい夜の解像度があるのか。でも全然違和感なく見えてます。ルームミラーとこれモニターですけどね、そして、もちろんサイドミラーは普通のミラーですけど、この大きさ比率感ほとんど変わらず映してくれてるので、若干普通の、ね、ミラーで見てるのともしかしたら比率が違うかもしれませんけどね。エンジンはですね本当にゆったりと走らせてくれるじゃないですか。今時 6.2 リッターいるのかって感じですけどね。でもねゆったり走れてるし、今これ普通のね通常モードで走ってますが当然ありますよ。モード切り替え、はい、ドライブモードいきます。ツーリングモードから、はい、スポーツモード、スポーツモードになると一挙にね、ちょっと回転上げられますよね。トラックモードってあるんだ。十分スポーツモードで十分だと思いますけどね。ちょっとねアクセル踏んでみましょうか。この感じアフターファイヤー音も結構派手になりましたね。そういった意味ではねカマロに乗ってるなっていう感じはね、しますね。そして今スポーツモードですけど意外と足回り硬くならないんですよね。もともとこのツーリングモードでも足回り結構柔らかい、シートもふかふかだしね。そしてハンドリングねちょっと重ためです。そんなに軽々しくないですね。思いっきりねパワーステをね効かしてしまってるような感じではなく、ちゃんと重量と視覚に合った少しねしっかりとしたハンドリング手応えがあるので、まあ運転していてね手応えがありますよ。ちょっと前のねアメ車だと本当にねパワーステ効きすぎてて、すごいでかい車体なのに全然こう車体があまりにも軽くて、これはなんかね軽々しいなって感じです。今ね重量感あります。インパネ周りとかね随分ねちょっと簡素になっちゃったかな。なんかここのモニターもう少しカマロっていう雰囲気、まあ、アナログのね私としてはもうアナログのメーターのでっかいメーターがねいくつか並んでるっていうイメージしかなかったんですが、今ちょっとだいぶねここの辺ライトになりましたよ。もう少しなんていうのかな、メカメカしいデザイン欲しかったかなと思うんだけどな。あでもここのエアコンルルーバーはでっかいあった、これがなんかカマロらしいというかね、意味もなくでかいみたいな、そんなところをですね見てますけどね。あそうだな、このエアコンのルーバーもでかいしな。でも助手席の方もなんかシンプルだな、そこもな。BMW とかになっちゃうとねその助手席まで全部モニターになっちゃったりしますけど、そこはね随分こうシンプルになって、ただここのメーターバイザーのところだけはですね少しこう昔のこのカマロのねヘッドライトのところのイメージがちょっと残ってますね。ただ運転はすごくなんかしやすいな、楽に乗れて。あでもあメーターすればメーター、ここ何年メーター ?2、3、6年メーターですね。そういえばね、やったここカマロらしい6年メーターか、これはねいいな。
ーツモード、これがツーリングで、今スポーツモードで行ってますけどね、スポーツモードでやっとこういうねちょっと排気音のね大きさ感が聞かせてくれますね。エンジンそうね 6.2リッター、相変わらずねアメ車ってなんかドカンと踏んでものすごいパワーがあるというよりはパワーがずっと長続きするって感じね。瞬発力レスポンスじゃないんですよね。一発踏み込んだ時にいきなり、いやそうだ結構早いな結構早いな。でもね瞬発力よりはやっぱりねパワーの持続力、ドカンってね加速し始めた加速感が止まらないみたいなね。これやっぱ排気量によるもんだし、 OHV っていうね DOHC とか使わないところね、そういったところがねアメ車らしい走り、ゆったりした感じなんですが、パワーだけは持続させるっていうね、そういった意味ではねあんまり飛ばそうという気にならないんですよね。本当に低回転の下の方でね OHV 独のねこうゆったり感の加速感をね楽しむみたいな感じで、そんな楽しみ方がねちょっといいんじゃないかなと思いますよ。前の見切り、ウィンドウがねすごい狭いけど前の見切りね、さすがにフロントボンネットまでちょっと 長い雰囲気ありますね。そういった意味ではちょっとね初めて乗ると一体前どのぐらい長いのかっていうのがすごく分かりづらいんですけどね。街中を走って乗りやすいか、まあ、車体の大きさはねやっぱりあるから各所ボリュームサイドミラーから見えるね車体のボリュームもめっちゃありますからね。そういった意味ではなんていうのかな、全体の厚み、横幅、前の長さ、どれもですね結構特大感がありますね。かっこよくないこのでも窓ガラスの狭さ、これはかっこいいですね。無理に言わせてるわね。いやコックピット感が今まで自分が乗ってきた車に比べてすごいあって、やる気にさせてくれるというか無理に言ってない。いやよく考えたら後ろのさ窓ガラスがさ、はい、もうすごい狭いのよ。だから本当のルームミラーだとさらに見えないかもしれない。確かに、確かに確かに、そう後ろの実は窓ガラスもすごい狭いからルームミラーが普通にあのモニター式で、これでこの形作りができてたのかな、このフォルムが。そうですね、このルームミラー割と小さい小ぶりめな割には視認性すごくいいですよね。いいよね、はい、まあ、それはやっぱりモニターで強制的に大きさをね作ってるし、まさかね大きさ調整ができると思うんですけど。そして 6.2リッターどうですか。もっと爆音がするかと、もっとゴーゴーな音を立てるのかと思ったら、はい、意外と静か。そうですね、でやっぱりこれスポーツカーの作りはしていると思うんですけれども、乗り心地としてはすごくセダンとか、なんか余裕のある走りに感じますね。今まで乗ったことがあるのでいうと、まあ、クラウンとかにちょっとだけ乗ったことあるんですけど、そういったものに近い上質さっていうのが、スポーツカーの中のセダンっていう感じの上質さが感じられます。あ、乗ってる時の音量はさそんなに大きくないけど、そうですね、止まってる時に、あちょっと空ぶかしレーシングね、はい、本来レーシングって今時できないんだけどすげえ音するよね。します、あの時の音ちょっとびっくりする、はい、しカマロ買ったって感じが一瞬するよね。あれちょっと後で外で聞いてみたいけどね。そうですね、皆さんこんにちは、プロレーサーそしてモータージャーナリストの丸山博です。皆さんこんにちは、 MSTV チャレンジ男子キャスター5期生の古舘勝樹です。はい、今日もですね、はい、毎年やってるジャイアの試乗会に来ております。まず最初に乗ったのがシボレーカマロ SS、はい、もうね何代目だっけかな、6代目かな、
2代目、2世代、3世代っていうのはね、大体覚えてるんですけど、4号と、なんかね、4号じゃないな、3、4があまりですね、私はカマロの形好きじゃなかったんですけど、まあ、5世代目、6世代目とですね、あのトランスフォーマー、まあ、あの頃からこのね、ちょっとまた薄い目のね、薄い目というか、ここの目のね、薄さで、だいぶカマロ人気上がってきたんでね、また今回乗ってみたいなと思ったんですが、排気量は相変わらずの大排気量 6.2 リッター、5リッター超えでございます。はい、V8 でございます。V8 です。OHV でございます。そうなんです。OHV なんです。そうですね。そんなところがですね、やっぱ走りにも表れていて、実際乗ってみて、やっぱりこの、なんていうか、アメ車感というか、ゆったりした大トルク、大パワーみたいなね。燃費のことは気にしない。うん、今時燃費もね、そんなに悪いわけじゃないと思いますよ。うちのハイエースより走ると思います。そうかもしれないですね。本当にそうなんですよ。でもね、乗ってみるとこうね、あのドロドロっとしたね、 V8 感っていうのかな、うん、昔の方が V8 感あったけどね、うん、でも今どこで V8 感が出るかっていうと、意外と街中ちょっと走ってる時にドロ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 っていう ね、感じが出てくれるので、まあ、そんなところがいいかなと思いましたけど、古田キャスターどうですか、この 久しぶり初めて。いや、初めてです。大排気量、大排気量かつ左ハンドルっていうのに初めて乗りました、うん、そうね。まず形どうですか。形がこのボンネットって国産車だと割とこうスラントするというか、下がるのが盛り上がってるんです、うん、そのまままっすぐまっすぐね。これがもうアメ車らしいという、うん、そしてすごく長さがあるっていうところ。そう、この長さね、はい、全体の長さの中ではそんなに長くないかなと思うんだけど、ここ単体で見ると意外とあります、はい、当然 V8 エンジンが乗ってて、さらにここ結構クラッシャブルゾーン空いてるんでね。はい、そういった意味ではね、結構エンジン詰めてはいるけれど、だって運転席って意外とここだからね。そう、ここなんです。運転席ここから先だから、そういった意味ではこの長さありますよね。はい、でもね、やっぱりね、見てほしいのはこのここの形じゃないですか。そうですね。あの対抗とする常にフォードマスタングもね、やっぱりここのクーペ形状、下がり方、大事ですよね。日本の国産だとクーペと言ってももうここから下がってきちゃう。そうですね、はいはい、だけど大きいから意外とフラットな面が続いて落ちていくも、そう急に下げなくても、長さがあるから大丈夫みたいなね。そんなところの、あとはね、ここのスペースの無駄感。無駄感。ちょっとこっち来てみてくださいよ。あのね、ここ映ってる？ここ映ってるよね。映ってます。あの、こっからここまでここの長さと、ここの面積に、一体何があるのか、当然助手席に使ってると思います。そうですね、助手席ですね。当然トラックに使ってると思います、うん、トランク見てみる。トランク見てみましょう。はい、それではですね、まあ、中をね見て、まずこの幅広いドアですよ。そして後ろ見ちゃう、はい、リアトランク開けます。リアトランク開けるとですね、いいですか、そこのこの巨大感の中にですね、はい、この薄い、意外とですね、開口部狭いんですよ。まあ、奥行きはねありますけど、この開口部の狭さはですね、見た目のボリュームからすると随分この辺幅取られてるなっていうふうにはちょっと思いますけどね。こんなところもカマロらしいかなっていう感じがします。そして後ろの席ね、あの古田キャスター喋っててもらってもいいですよ。さっき、はい、さっきね、この後ろの席入りましたけど、入りました。あの、私でもなんとか入りますが、やっぱ頭ぶつかります、はい。古田キャスター身長いくつですか。身長183センチです、はい、ここちょっと見てください。身長180センチ、間違いなく頭ありますよね。そうですね、この高さだともう確実に乗り込むこと自体が結構大変、うん、はい、ここのスペースは一体何に使ってるのかっていう思いをするんですが、俺はデザイン上大事、ここの感じがね、というのをちょっと思いつつ、でも実際に後ろの乗り心地、例えば身長さえ低く、このお子さんだったらね、後ろふかふかのシート、うんうん、いいと思わない？そうですね、後ろ座ってみた時、本当にあのペラペラの薄い、いわゆるスポーツカーのシートっていうのではなくて、本当にふかふかでした。ふかふかだよね、はい。そしてね、
運転席助手席もですね結構分厚いシートなので、なんつんだろうな、これも乗り心地にすごくね関与してると思うので、私的にはですね、なんかこういうなんかゆったりとしたちょっとくつろげる雰囲気ねがいいかなと思います。はい、ということで、今日はね、まあ、一発目にカマロ乗りましたけど、やっぱ外車アメ車って言ったら優雅、うん、優雅な車だなって思いますよ。そうですね、何もね飛ばすだけが車じゃないね、うん、ゆっくり走るのが楽しい車っていうのがちょっとこのカマロにね現れてるんじゃないかなと思いますよ。古田キャスターの印象はどうでしたか？そうですね、うん、乗っていてやっぱりこの形がクーペなんだけど、うん、セダンのような、うん、この屋根の形、はい、そして乗り心地も低速がすごく激しさもありつつも、うん、ゆとりのある走りってところがすごく上質感があって、あ、これがアメリカで作られるスポーツカーの上質感なのかなというふうに感じました。うんうん、そうですね、そこだけはやっぱ崩れてないですね。そうですね、延々突き通してるというかね、大きさだけは小さくしちゃいけないみたいな雰囲気はありますね。はい、はい、ということで、今回ですね2022年のモデルとなっておりますカマロ SS、V8 6.2 リッター試乗してみました。今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。また今回試乗した車両については詳細欄にリンクを貼ってありますので、気になった方はチェックしてみてください。さらに MSTV ではチャレンジ女子アナ男子キャスター募集しております。また制作委員会へのご参加もお待ちしております。